今朝の JR 鹿児島中央駅前ではこの歴史的快挙をテレビで観戦し、寝不足気味になりながらも通勤通学する人たちの姿が見られました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。今日テストなんで寝不足なんですけど頑張ります。歴史を変えてくれたなって思ってます。起きててよかったなというふうに思いますし、なんか生きててよかったなっていう、まあ、今日乗り越えたらまた明日以降休みなのでなんとか頑張れそうです。日本が勝ったので今日の方が寒くはあまりないです。